皆さんおはようございます、りょうげつです。今日は硫黄岳の方に登ろうと思って、桜平駐車場の一番上の方に来ています。駐車場はこんな感じで、まあギリギリ入れました。何やったっけ、まず行くところは、最初目指すところは赤岩の頭、赤岩の頭っていうところの方に目がけて登っていきます。詳しい道順については昨日撮ったやつがありますんで、それを編集して乗っけておきます。はい、スタート。今回のコースは桜平駐車場から夏沢高専大連小屋、そして赤岩の頭の方を回って硫黄岳爆裂火口を見ます。そして夏沢峠をの方に降りて三日ぶり山で根石岳登頂して、三日ぶり山に戻ってきて、大連小屋の方に降りて、那須沢高専に向かいます。で、桜平駐車場に戻ってきます。よいしょ。陸地です。那須沢高専。着きました。歩き始めてから大体30分ぐらいだと思いますけどね。那須沢高専です。ちょっとお水飲んでまた出発します。夏は高専出て大連小屋に向かって歩いてます。隣は沢ですね。水力発電受水槽、大連小屋の水力発電受水槽の灯台。うわ、すごい崩れてますね。参考時中だそうです。よいしょ。国土強靭化対策事業、地域の暮らしを守るため地産工場を行っています。令和5年9月29日まだやるってこと？どうやろうな、まだ来てへんな。うっそうとした山の中を歩いていきます。やつ特有の、ポケムシと沢がいい感じです。ところどころ太陽が差し込み出しました。もうそろそろ大連小屋と思いますが、水平な歩きやすい道で楽です。たまにこうやって太陽の光が直接スポットライトみたいに当たってるのが綺麗ですね。綺麗、幸せやね。開けたところに着きました。大連小屋です。よいしょ。ここで私はまた朝ごはんを食べます。チロちゃんはもう昼ごはんかもしれません。大連小屋で休憩してます。だいたい7時ぐらいです。私はいつものコロッケパン、チロちゃんおにぎりをまた食べるみたいです。温度計がですね、氷点下ですね。俺半袖やねんけどな、ほんまかな。今落としたから壊れたかもしれません。大連小屋を出発して赤岩の頭の方に歩いていきます。7時17分です。左硫黄岳で、右が峰の松目で、左が硫黄岳で、こっちの方に赤岩の頭があります。なんかいる言うてますね。名前忘れちゃいました。あ、下からちょっとうっすらピンクが縁についてるんすよ。名前忘れちゃいました。
左。山頂が見えてますけど、これ硫黄ですかね、よくわかりません。登ってきます。左にあれは天狗でしょうか。天狗が見えてるとか言ってます。この間から、あれ天狗かな、違うか、わからん。左が硫黄岳、右がオーレン。ここは赤い岩の頭、急坂手前トラバースと書いてあります。登ってます。ね、やば、よいしょ。もう降りた毛から全部ですね。やば、こんにちは。こんにちは。素晴らしい。ここが赤岩の頭、これはいい。こっちが硫黄で、こっちが赤岳、ね、御岳、乗鞍、あっちもすごい、ね、北アルプス槍も見えてます、うん、G とか鹿島槍とかも見えてます。すごい。白馬三山も見えてるそうです。せっかくなんで反対、硫黄の反対側のなんか標識があるんで、そこまで登ってみます。ルートから外れて文句言われるかもしれませんね、山中さんに。よいしょ。じゃあ赤岩の頭山頂と書いてありますね。赤岩の頭山頂、ここ360だよな。あ、ここが山頂なのか。はあ、わー、すごーい。歩いたとこ見えてんのちゃうの、天狗の。天狗に、硫黄。あー、すごいね。これ何？ちょっと、まあ後で調べよう。あ、じゃあ、チミラミアルプスやな。で、こっちが中アルプスだな、多分。あ、で、御嶽、御嶽、乗鞍、諏訪湖も映ってます。北アルプス、お、諏訪湖、おお、すごい。あ、槍は通り過ぎちゃったな、見てなかった、諏訪湖。で、白馬三山の方も、 G 型岳、鹿島槍、あれ、あっちの方見えてんのちゃうの。赤岩の頭の山頂からちょっと下って硫黄の方に登っていきます。もう風がなくて暑くてズボン待ってます。はい、暑い。あれ硫黄の産地だと思いますけど、あともう10分ぐらいかな。硫黄岳 2760m 到着しました。硫黄岳山頂正面に何やったっけ、あ、浅間山が見えてます。で、こっちが爆裂火口、こっちが多分南アルプスで、横岳、赤岳、阿弥陀岳、周辺案内です。で、こっちが北アルプス。あ、これシャなんだ。浅間、天狗。その手前のね、根石、ちょっとこれビデオでは見にくいですけど、根石まで行こうかと思ってます。硫黄岳山頂の爆裂火口。千代ちゃんが指さ、あ、花も描いてます。違う、眼鏡や。爆裂火口の先端までちょっと行ってみます。大丈夫なんだ、ここはあかんけど、あっちの方が危なそう。ギミンってお尻が出てくるよ。
あ、蜜あってんや。で、次のとこ入るよ。ムニ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 って下入るの。もう、ちろいよ。あ、入った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 。もう出てくるよ、また。あ、蜜あってんや。食べてる食べてる。ムニムニムニって出てくるの。あ、出てきた。あ、出てきた。次のとこ行くよ。あ、入る。ムニ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 って。面白い。あ、蝶々も来た。あんたさ、何そのウニ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 って取ってる花の影になるでやあーごめん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 硫黄岳を後にして夏は方面に降りていきます。天狗方面ね、ガス湧いてきちゃいましたね。どうなりますかね。でもこれ次から晴れるかな。今何時ですか。何時でガス出しやのこれ。うわぁ、もう山がガスガスになる瞬間。うわぁ。夏沢の方に下っています。あ、白い気境発見。白い気境。白い気境があった。影や。晴れました。左が硫黄岳山頂、右が夏田峠、夏田峠の方に向かっています。硫黄岳こっちの方から来て、諏訪湖とか見えていて、夏はこっち方面に降りてきまーす。御嶽とで夏じゃない、大蓮小屋が見えてて、でこっち方面に天狗が見えてて、その手前が根石だと思うんですよね。で今向かってるのがあの夏沢の夏沢の山荘か小屋か、こっちの方に降りてって、ちょっとこっち上がって、こっち降りてくるっちゅう感じになるかと思います。に入るわ。もういっぱいある東薬林道だそうです。すれ違ったおばちゃんが教えてくれました。夏沢峠の下りですが、だいぶ木生えてきて、そろそろこの森林の中に入っていきます。で峠で休憩してからまたこっち方面に登る予定です。なんかすんごい崩れてて、崩れてますね。で、迂回路の方へ行きます。夏沢峠の山彦荘っていうところみたいですけど、なんか営業してないみたいですね。え、この辺にはこれがおるってこと。モモンガ買ってんの。知らん。モモンガって飛ぶやつ。夏沢峠で休憩します。でっかい石があります。あかりちゃんと交換した水筒です。役立ってます。10時25分です。夏沢峠の休憩中です。あ、チロちゃんが立ち上がろうとします。で、こっちが降りてきた硫黄岳で、左側が爆裂火口。すごいなこれ。鳥が止まってます。あ、飛んでった。飛んでっしゅーんっていうの入れなかや。爆裂格好。上の方がもうガスに入っちゃってます。なんか手前の枯れた木がちょっと面白い雰囲気を出してます。はぁ、あ、ちょっと木の高さが低くなってきて、見通しが良くなってきました。ガスガスやね。あ、山見えた。あ、山肌見えた。ああ、多分天狗やな。ああ、こっから晴れれば。ガスが上がってきてます。進行方向はガスだらけでございます。入れて、よいしょ。はい、どうぞ。
三日ぶり山の三角点にでん。はい、標識はこっちです。もうちょっと前行った、はい。三日ぶり山に到着しました。2590m です。はい、で次はどっち行くんですか。で、根岸岳の方に根岸越えを通り、根岸岳に向かいます。はい。ほぼ。根岸岳山荘まで行きました。あと、こっちが根岸岳。こっちが根岸岳。で、こっちが、西天狗。天狗か。ガスガス。根岸岳山頂到着しました。けどガスガス。こちら登ってきた方で、根岸小屋、もう左はもうガスガス。町の方は見えてますね。これは西天狗、東天狗やねんけどこっちも見えません。東天狗の頂上、なんとかギリギリ見えてます。おー、すごいすごい勢いで雲が上がってきます。いいの？はい。おかしいやろ。雲来てるから雲吸い込んでる。はい。まだ撮ってんの？違う。やめてよ。もうそしたらすごい。ギギ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 なんていうんですかね、登山道そのものが川になってしまわんようにですね、こう登山道で流れてきた水をバッキに流してる工夫がそこら中にありますね。はい、お疲れ様でございます。オレンゴ屋まで降りてきました。ここはオレンゴ屋。あ、到着。その辺座るか。到着。ちょっとガスってるけど硫黄の山頂見えます。オレンゴ屋です。1時5分出発して、オレンゴ屋を出発して駐車場の方に帰ってきます。14時30分ぐらい、駐車場に到着しました。行きはですね、硫黄までが、硫黄の頂上着いた時は本当に景色良かったですね。で、そこから降り出して、その夏沢峠に着くぐらいの途中ぐらいから雲が出てきて、ちょっと天気が悪くなってきました。んで、根岸ちゃうわ。根岸岳。根岸岳行った時はもうガスガスで、大変でした。はあ、ちょっと長距離でしたけど楽しめました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。これからまたどっかの温泉入って帰りたいと思います。